売店ではマスク独自の設置など各種感染予防対策を行っています。お手をおかけしますからご理解ご協力のほどお願いいたします。球場の外にも見どころが満載です。甲子園歴史館、阪神タイガースの歴史や春夏の高校野球、そして95年以上にわたり築き上げられた甲子園球場の歴史を写真や映像で伝えています。体感コーナーが大人気、新たに藤川球児引退試合クリアが登場。藤川球児選手現役最後の試合の感動的なシーンをぜひ体感してください。また館内の大型モニターでは各社投手陣の投球をキャッチャー目線で見られる映像や、タイガース選手の打撃を審判の目線で体感できる映像が見られます。ドリンクアップコーナーではビータと甲子園球場のオフィシャルスポンサーゴールドバードナーは上州電機株式会社、ミズノ株式会社、株式会社ローソン、アサヒビール株式会社、株式会社 NTT ドコモ、三菱電機株式会社、以上阪神タイガースのオフィシャルスポンサーゴールドパートナーのご紹介でございました。本日はご来場くださいましありがとうございます。お客様に商品のご案内を申し上げます。本日の4分の第1打点を記録した選手には県民食品から県民の焼きビーフ、2塁打3塁打を放った選手にはアサヒ飲料から三ツ矢サイダー、ダブルプレーには同じくアサヒ飲料からウィルキンソンが贈られます。またタイガースの第一生還者にはアサヒビールからアサヒスーパードライ、盗塁を記録した選手にはサンスター健康道場から緑でサラダ、2本の安打を放った選手にはマルチ安打賞といたしまして、フランスベッドから茶殻枕、3本以上の安打を放った選手には猛打賞といたしまして、サーティワンアイスクリームから商品券、フランスベッドから茶殻枕、キューピーからキューピー青旗バラエティセット、ホームランを放った選手には大塚製薬からボディメンテ、阪神電鉄から賞金、またバックスクリーンに入りましたホームランにはダゾーンから賞金、ドライビジョンに入りましたホームランにはサンキューから賞金が贈られます。タイガースの3者連続三振を記録した投手にはフランスベッドから茶殻枕、キューピーからキューピー青旗バラエティセット、サーティワンアイスクリームから商品券、オールド投手にはダイスリリーフ賞といたしまして、アサヒビールからアサヒスーパードライ、サーティワンアイスクリームから商品券が贈られます。なお本日の試合の阪神タイガースの勝利に対し直立優勝といたしまして、高知県安芸市から千葉産品詰め合わせ、また勝ち投手には東芝から賞金、キューピーからキューピー青旗バラエティセット、大塚製薬からボディメンテ、西武投手にはサーティワンアイスクリーム。